森田秀政は大阪府高槻市出身のプロサッカー選手。プリメーラリーが CD サンタクララ所属。ポジションはミッドフィールダー、ディフェンダー、日本代表。根高大阪高等学校から流通経済大学に進学。3年から頭格を表しチームの中心選手に。2017年の4年時には関東大学選抜に選出され、夏に行われる。 ユニバーシアードサッカー、日本代表にも選出された。2017年7月、ガンバ大阪など、複数クラブからオファーを受けたが、川崎フロンターレの内定が発表され、川崎の特別指定選手に承認された。12月、インカレでは、優勝に貢献し、同大会最優秀選手に選出された。2018年、川崎フロンターレに入団。2月10日、 富士ジロークススーパーカップのセレッソ大阪戦で途中交代からプロデビューを果たした。4月14日、第8節のベガルタ仙台戦でリーグ戦初先発を果たした。その後はプロ1年目ながらボランチのポジションを確保し試合に出場し続けている。2019年6月17日、川崎市内を運転中に携帯電話使用等による道路交通法違反で検挙され、 運転免許証が失効していたことも判明した。19日、クラブは森田に対し、公式戦の一試合出場停止、制裁金、社会奉仕活動の処分を犯したことを発表した。10月7日、J リーグ YBC ルワンカップ準決勝ファースト、レグカシマアントラーズ戦にて、プロ初ゴールを決め、勝利に貢献した。2020年シーズンもレギュラーとして活躍し、 自身初の J リーグベストイレブンにも選出された。2021年1月8日、プリメーラリーガに所属する c d ンタクララへ完全移籍することが発表された。1月25日、リオアベ FC で移籍後初ゴールを決めて勝利に貢献した。2018年9月2日、大島良太と山口ボタルが負傷で代表自体のため追加で日本代表に プロ1年目ながら初招集された。9月11日の森谷一新監督のウィジンとなるコスタリカ戦で後半37分に室屋生徒交代で代表デビューを飾った。2019年1月 AFC アジアカップ2019に臨む日本代表に招集されたが怪我で離脱となった。千二十一年三月に約二年ぶりに代表に招集され、 3月30日の 2022FIFA ワールドカップアジア24選モンゴール戦で代表初得点を決めた。その他の公式戦。ありがとうございます。